吉井琉球、新監督の船哲弘でございます。よろしくお願いします。本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。今回監督のオファーをいただき、それに至って、自分はヘッドコーチとして井口監督をサポートできず、本当にそれについては強い責任を感じておりました。しかし試合は続きます。今いる選手、スタッフ、みんなでこの状況を乗り越えたい、そういう強い思いもあり、今回チャレンジさせてくださいということをクラブの方には伝えました。で、先ほどお話があったようにチームとしての目標は4位以内、4位3位、本当に簡単な順位ではないですが、そこに向かって本気に責任と覚悟を持って僕はトライしたいと思っております。僕は2016年から吉井琉球のコーチとして携わっています。キム・ジョンソン監督、樋口監督、その二人は常に攻撃なスタイルを貫いてました。で、残り8試合で自分も初めての監督として何を変えれるかと、大きく変えることはなかなか難しいと思いますが、やはり変えるところは攻撃の部分だと思っています。よりゴールに向かいゴールを奪う、そこのスタイルだけは貫いていこうと思っています。さらに前進させ、アグレッシブに躍動感のあるスタイルをピッチで表現し、そして多くのサポーターの皆様や、そして将来を担う子どもたちに勇気と感動を与え、そしてみんなが笑顔でスタジアムを後できるように、しっかり結果と内容にこだわってトライしたいと思っております。今週末日曜日に早速松本戦があります。メンバーの18人、その選手でまずこの1試合をしっかり勝てるように、皆さんにいい報告ができるように、頑張っていきたいと思います。そうですね、もちろん選手は変わってくると思うんですけど、ただこの選手を見て決めるというより、僕はもうこの1週間の中でピッチの中でどれだけしっかりアピールできているか、このピッチの中でどれだけ表現できているか、そこを見て今回の18人は選びました。なので井口さんと僕がその選手の好みとか性能が変わるのはなく、この1週間の中でしっかり、コンディションを含めいい選手を選びました。これはもう最後の試合まで続けるっていうのは選手にも言ってますし、やっぱりその競争の中で、チームのレベルっていうのは上がっていくと思うんで、そこはみんなで競争してやっていこうっていう話をしています。一番はやっぱりメンタルの部分だと思うんで、やっぱりどうしても勝ってないところで、いろんな、選手のやっぱりネガティブな部分とか、そういう言葉がやっぱり多くなってるのは実際ありましたし、僕らもそれに対してしっかりポジティブな部分を促しても、やっぱりどうしても結果が出てないっていう。で、それは何かというと、やっぱり先ほどからお話も出てますが、やっぱりゴールに向かう姿勢が極端に少ない。で、やっぱりチャレンジをする今回数もすごい減ってるというふうに思ってますし、で、実際どの試合であっても保持率はあるんですけど、じゃあどこに向かってるって言ったら、やっぱりみんなボールを大事にすぎてゴールに向かってない姿勢が、そこが多かったんで、もちろん戦術とかそういうの部分もありますけど、まずは選手に対してポジティブな声かけをして、しっかりみんなで前に向かっていこうっていう、そういう話は今週は特にしてます。もう本当にずっとこの3年間、樋口さんがおっしゃってる主体性と一体感、この言葉はもうミーティングの時にずっと選手に、掲げてる言葉だったんで、そこは自分も本当に大事にしたいと思いますし、やっぱり主体性や一体感がないとチームというのは一つにならないと思うので、
そこは引き続き、貫いてやっていこうかなと思っております。